こんにちは。サイズ TV 第6回だよね、花ちゃんね。はい。第6回目。今日すごいスペシャルゲストが来てるんですよ。誰ですか？誰だと思います？どういう系の人ですか？ジャニーズ。ジャニーズ？ジャニーズか。ジャニーズ。ジャニーズ辞めた人。ジャニーズ辞めた人？うん。キムタク？キムタクやめてねえだろ。あのちょっとね、私の方がこんないじれるような感じの人じゃないんで、今日のゲストはですね、役に立たないポンコツゴルフ TV のチュンさんです。はい、どうぞ。はじめまして。チュンさん。はい、役に立たないポンコツゴルフ TV のチュンです。よろしくお願いします。お願いします。なんかすいません、なんかちょっとこんな弱小だった。いやいや、大丈夫です。もうゴルフの合間に来てますんで。あ、そうですか。全く問題ないです。誰も見てないんで、はい、気軽にちょっとやってて。いや、どうなるか分かんないんでね、このチャンネルも、はいはい、もう出れるもんは片っ端から出てきますんで。あ、そうですか。はい、大丈夫です。全く問題ないです。はるちゃん、サインもらうなら今の時間で。そうですね。あ、すぐ書きます。はい、はい、ぜひ、はい、服に書きます。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。チュンさん、あの今日なんですけど、はい、チュンさん、あれ洋服とかどうですか？興味あります？いや、もう私のできるマックスできたんですけど今日。むしろ何かおかしいですかこれ？ちょっとおしゃれ。いや、もうマックスですよこれ。見てください、これラコステですよこれ。あ、本当ですか？あ、本当だ。私のできるマックスですよ。マックスけど。まあ正直、はい、あの服とかは、はい、まあ好きなの着ればいいとは思うんですけど、はい、まあせっかくなんでね、はい、で、はい、チュンさんに、はい、アメカジのコーデをしたい、アメカジをしたい、はい、アメカジとかどうですか、興味ありますか？いや、正直、はい、アメカジが何なのかというそういうレベルなので、はい、もうできる限りもう一から教えてもらえれば、はいはい、なるほど、はい、ありがたいなと。でも、はるちゃんさ、チュンさん、これガタイがいいからさ。そうですよね、スタイルがいいから似合うよね、アメカジね。そう、思います。うん、じゃあ、そういうわけでね、はい、私が牽引となって、はい、チュンさんに、はい、続いていきたいと思います。お願いします。今日はよろしくお願いします。お願いします。です。欲しいな。ちょっとやっぱりアメカジといえば、はい、デニムなんですよ。はい、デニム。デニム。はい。はい、デニム詳しいですか？いや、詳しくないですね。このまずこの表記が何かもまずわからない。711。710番でしょ。711。711番。マックス。そう、711。それも年齢層バレますから、それ。そうですね。吉宗ですから。吉宗。まずいです。はい。で、まあ一応デニムって、はい、まあ結局はそのリーバイスの501が、うん、まあ基本になって、はい、でその501もちょっと昔のやつがかっこいいじゃないってなるんですよ、はい、ヴィンテージがね、うん、でもヴィンテージなかなか高い手に入んないんで、はい、じゃあ作ればいいじゃんと、うん、大体80年代から90年代にかけて、はい、そのヴィンテージのデニムのブームがあって、うん、でその時と同時に、うん、こう国産のレプリカジーンズっていうのが、うん、はいはい、いろんなメーカーが出来上がって、ね、はい、ちょっと聞いたことあります、はいはい、でその中で一つドゥニームっていうメーカーがあって、うんうん、そこの創始者っていうか、うん、最初のデザイナーで林さんっていう人がいるんですけど、うん、その人がそのドゥニームを辞めて、うん、2010年に、はい、リゾルトという、はい、デニムをこういう作りました、はい、それがまあこちらなんですけど、リゾルトって 4つしかないんですよ、はい、形が、うん、710、711、712、713、うん、で4つっつっても実質2つです、うん、710、711、はい、どっちか入っておけば間違いないです。あ、そういうことですね。とりあえず711か711、どっちか言っておけば、どっちか言っておけば間違いない、まあ、あいつやってるなと思われるわけですね。分かりました。でまあ国産で、はいはい、でこれって林さんが提言してるんですけど、うん、結構ピッタシめ、うん、ジャストで入って、うん、はいはい、で徐々に自分の体で慣らしていくみたいな、
のが一応主流なんですね。で、710っていうのは、はい、ちょっとテーパーとかかってるの細くなるんですね、うん、で、711っていうのはどっちかというと太めのストレート。あー、ストレート、そう、うん、まあ、中山ストレートの方がいいかなと思って。そうっすね、あ、まあ、正直どっちも履いてみたいですけどね。あー、じゃあ710もちょっと、うん、710も、はい、うん、なんで、とりあえず私の一押しがこちらなんで、わ、はい、かりました。じゃあとりあえず一押しから攻めていくと、はい、はい、じゃあちょっと、わかりました。じゃあちょっと履かせてもらいます。わかりました、はい、お願いします。ありがとうございます、はい、中さん、着替え終わりました？終わりました。じゃあお願いします、こちらに。うわー、どうすか、かっこいい。 なんか想像よりもうガッチガチにしっかりしてますね。めっちゃかっこいいですね。正直舐めてましたね。ボタン止めるのだいぶ時間かかりましたけど、いや、もうボタンで一番きつかった。711でしたっけ。711はとにかくボタンがやばいです。ボタンがやばい。全部、まあ、ボタンもボタンなんですけど、ここだけ突破すれば、はい、かなり、いや、これね、うん、本当予想してたより、うん、相当かっこいいです。着こなしてます。はい、めっちゃ似合ってる。ちょっと上の T シャツが残念ですね。これ上の T シャツも、まあ、そのうち変わるんで、用意してます。かっこいいですね、これね。かっこいいです ね、はあ、似合ってます、ね、これ履いててどんどんあれですか、馴染んでいく感じなんですか。そう、うん、で、あのウエストとかも、はい、きついけど、はい、だんだん伸びてくるんで。あ、そういうことですか。そう今結構初めて履いたんですけど、うん、もうガッツリもう分かんなかったんで、これで合ってんのかなって今聞いたんですよ。そしたらこれでジャストっていうんで、そう、あのリソルトはそのジャストで履きましょうみたいな、うん、そういうのが一応あるんで。いや、でも未だかつてなかったシルエットですね、この確かに自分では。はい、こっち見た方がいいか。どう、花ちゃん、後ろこんな感じですか。かっこいいですよ。かっこいいよね。はい、めっちゃ似合ってるよね。めっちゃ似合ってます。やばい、1着目で、それはやばい。まだ1着目、これは買いですね。今朝はどうですか。はい、スタイル一新じゃあるんで、バッチン似合ってます。バッチン似合ってます、はい、ちょっと女性2人はずるいですね。女性2人はずるい。結構ちょうどいいんですから。でもまあ確かに冗談抜きで、本当に生地もかなりしっかりしてて、もうあの日本製の間違いない生地なんで、うん、かっこいい。なんか確かにね、履いててこの馴染ませたいっていう気持ちは確かに出てくる気はしますね。あの、これ履いてると育てるっていうのなので、うん、意味はなんか分かってきた気はしますね。じゃあちょっとこれ履いて、細身の方もちょっと一回履いてみたいんで、何しまる、うん、まあ、ちょっと引き続き試してみます。はい、ちょっと着替えてみます。ご用意してます。履きましたか、中さん。履きました。じゃあ、710の方、どうぞ。710、はい、出ます。はい、おお、だいぶ細くなったんじゃないですか。そうね、下がシュッとしてね。はい、これさっきより結構ギリなんですけど、そう、はい、こっちはね、あっちよりもちょっとタイト面に作られてるんで、ちょっとあんまりお腹見せちゃうんじゃないですか。これぐらいですピッタシだね。はい、ジャストで。いや、でもで、ピッタシします。いいですね、うん。これもやっぱりこの今まだこれぐらいしかちょっといかないですけど、これもやっぱ馴染んでくる。そう定着な形になってきて、うん、でピッタシしてる方が色落ちが進むのよ、はい、でかいのやつ。はいはいはい、うん、そうなんですか。そうこっちかっこいいな。こっちは正直こっちはもうっときた好みは来てますね。どうですか、はなちゃん。いや、こちらの方がスタイルの良さがまた際立つと、うん、際立つ、はい。あとぴったりした服着てくるかと。問題は可動域だけですね。可動域は、はい、可動域はあのでも馴染んでくる、徐々に。ケイさんはどうですか。やっぱ細めのがスタイリッシュで、はい、いいですね。なんでも、はい、でもさ、さっきのも良かったよね、うん、さっきのも良かった、良かったよね、はい。なんかこれは日本買いもありだ。正直私本当に服持ってないんですよ、はい。もう T シャツとか同じ白 T2 枚、うん、下も2枚、パンツも全部同じもの、うん、靴
靴下も全部同じやつなんです、はいはい、それぐらい服ないんで。あ、じゃあ日本あってもね。なので、今自滅しましたよね、完全に。ね、レイケイさん。そうですね。お財布が、お財布が。でもこの細身はいいですね、本当に。ね。うん。かっこいいわ。やっぱあの王道、王道というか、その一押し、二押し。一応そう、まあ、リゾルトの一番の定番スタイル、うん、71番、うん、これ実はあの私も持ってます。本当ですか。はい、私も71番持ってます。じゃあついていく感じなんですね。そうそう、お揃いで後ろはこんな感じですね。いいなぁ。いやぁ、まあ、これどっちもかっこいいね、うん、やっぱりね、やっぱでかいから似合うんだよね、アメカジがね。身長得ですか。身長得です、ね、本当ですか。あとはこのヨレヨレのね T シャツをちょっと導入しないと、ね、もうこれもすぐ着替えましょうか。これ正直でも私的には一押しなんですけど。す、ね、これちょっとこれを着て、うん、これ今こっちに鏡なんですけど、はいはい、これを見ると正直ないなと。いくら私でもこの T シャツはないなと。ないはい、ちょっともうちょっとタイトにしたいというか。じゃあ T シャツも次選びます。まあちょっとね、はい、じゃあ下はそのままで、はい、ちょっと下はこのままで、このままで、はい、あのそのまま T シャツ選びましょう。はい、見てみましょう。いきます。いきます。 T シャツ着替えました。着替えました。じゃあどうぞこちらに。